MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国を、擁護や譲歩をする議員が多く存在します。そして、擁護や譲歩したことにより、韓国に日本を貶める口実ができてしまっているのが現状です。この代表格である河野洋平氏は、1993年の宮沢喜一内閣で、官房長官だった時に表明した河野談話によって、未だに自称慰安婦問題で、韓国から金銭要求や謝罪を求められる始末に陥っています。しかし、これらは国会議員だけの問題ではありません。根底には官僚たちの存在が大きく左右されているのです。夕刊フジは9月13日付の記事で、第4次安倍内閣は、劇薬大臣投下で中韓の代弁者、売国官僚駆逐へ。文科省は新刊。荒法師萩生田光一大臣が福間殿切り。と題して記事を掲載していましたので、一部を割愛してお伝えいたします。第4次安倍再改造内閣が12日、本格始動した。政界のプリンスこと小泉進次郎環境省の抜擢と動向が話題となっているが、安倍晋三首相に近い議員が複数起用されたことも注目だ。お友達総決算内閣などと揶揄する声もあるが、国内外の重要課題に対処するため、信頼できる突破力のある面々を集めた。課題の中には、霞が関改革もある。反日で暴走する韓国のムンジェイン政権に対峙する外務省の改革は最終段階だが、次なるターゲットは、スキャンダルが続発する福間殿文科省だ。私益、省益優先で、国益を軽視するような売国官僚を一掃する狙いもありそうだ。悲願の憲法改正に加え、日本経済復活や社会保障改革など、課題は山積しているが、実は、霞が関改革も隠れたテーマだ。今回、真っ先に起用が報じられた茂木敏充外相にも、重要任務が与えられている。官邸周辺は、安倍首相は、官房副長官時代から、外務省内で、中国や韓国の代弁者のように振る舞う官僚の跋扈を苦々しく見てきた。第二次政権スタート、2012年12月以来、そうした、売国官僚を排除してきた。現在、外務省改革は最終段階で、官邸と外務省が一体となって外交を進めている。いわゆる元徴用工の異常判決などを抱える韓国のムン政権との対立は長期戦だ。日本は何も間違っていない。目の前の陽動作戦には乗らない。必ず外交的勝利を収めるとの共通認識で一致していると明かす。霞が関改革は外務省だけではない。安倍首相の最側近とされる萩生田光一文科省が着任した文科省も重要ターゲットだ。元通産官僚で評論家の八幡和夫氏は、文科省は、霞が関でも、岩盤規制が一番ひどい。中でも、旧文部省系は、他省庁ほど、キャリア官僚集団の能力が高くない。昨年も、文科省官僚による汚職事件が発覚したが、自分たちの権益を守るのに懸命になっている。教育政策を引っ張るのには不向き。大なたを振るい、荒行事するしかないと一刀両断する。萩生田氏は、元文化政務官で、自民党総裁特別補佐だった13年には、東教育再生実行本部の教科書検定のあり方特別部会で司祭を務め、民主党政権時代に流れが止まった教育改革を前進させた。歴史教科書の変更的記述を見直し、確定した事実以外は本文に記述しないとの方針を決めた。中国や韓国などに過度におもねり、配慮を求めた近隣諸国条項でも見直すよう主張した。萩生田氏の大臣就任は、文科省側を震撼させているようだ。前出の八幡氏は、文科省は、相当誇りをかぶっている。日教祖や御用学者の言う通りに動き、時に文教族議員のご機嫌も取ってきた。我が国には IT 技術者が不足するなど問題が多々あるが、文科省主導の大学教育では進むべき方向と一致していない。安倍政権には日本の未来のため
三流官庁の文科省を改革して一流官庁にしたいとの思いがある。萩生田氏はこれまでのソフトイメージだった文科省とは違い、荒法師のような人物だ。大改革には適任だ。安倍首相は教育改革を国家100年の計として重視してきた。第一次政権時代には教育再生会議を作り、公教育の再生を実現しようとした。政治評論家の八山太郎氏は、外務省はかつて中国や韓国にゴマをすって外務省と揶揄されたが、日教組や左派系に引きずられている文科省も同じだ。外務省改革が進み、外交安保ではまともな時代に入りかけている今だからこそ、今度は教育改革が必要だ。萩生田氏には理屈と人事で慣れ合いを打破すべきだ。第一次安倍政権は教育改革の途上だったが、今度は完結してほしいと語った。左派の巣窟である日教組や主手思想に洗脳された御用学者たちを黙らせることができるかが萩生田氏の腕の見せ所でしょうね。一昔前、大阪府下の小学校、中学校では人間という童話教育副読本が配布されていました。この書籍は童話勢力の教育現場への介入で日教組が関わって配布されました。本書の内容も部落解放問題のみならず、在日韓国、朝鮮問題などを取り上げて日本が卑下されて書かれていました。本来教育とは事実に基づいて真実を教えるのが教育です。萩生田文化大臣には近現代史で真実を教え、韓国が主張している歪曲、捏造された歴史認識で日本を貶めているのかも教えてください。日本がいかに素晴らしい国家かを教育していただきたいですね。そのためにも文科省改革を早急に始めてください。そして自虐史観からの脱却も必ず実行していただきたいものです。 MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。